ちは、まめりんです。今日もご視聴ありがとうございます。今日は超伝説降臨ガシャの追撃をしていきたいと思います。前回のガシャ動画ではこちらの栗ご飯ちゃんゲットできました。早速育てました。かっこいいですね。出た時のあの姿は可愛いんだけど、完成すると、まあ、LR になるとめちゃめちゃ強そうです、2人とも。はい、今日は超伝説降臨をやるんですけれども、こちらの極限伝説降臨来ましたよね。このね、バーダック私持っていないんですよね。これこちらもまあちょっと欲しいなっていうのもあるんですけれどもピックアップになっているので、でもね、ちょっとやっぱりこっちのベジータ、悟空、こっちの方がね、やっぱり出たら嬉しいので、こちらをやっていきます。あんまり石も溜まっていないので20連だけやって、あとは単発でやるかどうかちょっとやりながら決めていきたいと思います。それでは今日は素直にここから入っていきたいなと思います。連続ガッシャル演出お願い、演出だー。ぼっちー、厳しいかな。最初にね、ぼっちの時ってなんか流れがあんまり良くないんだよね。割れましたけど、悟空。あ、一回か。はあ。やばい、20連しかできないんだけどね、今日。単発やろうかな。単発で出てる人がね、よくツイートとかをされているんですけど、私単発で当たった試しがないんだよね。めったにないですよね。おお、なるほど。あ、でもこれピックアップだよね。SSR 出たね。あの演出で。あ、なにこれ。ヘールよいしょか。おお。あの世とこの世の共鳴。17号ですね。ありがとうございます。まあまあかな。うん。よし、続けていっちゃおうと思います。20連目。いくよ。誰か来て。ベジータとクリリンとチャオズー、私大好きですけどね。3人ともどうなるか。変身はないね。クリリンと変身ってどう。ダメか、ご飯じゃないし。クリゴクどう。ヤコン、チャオズ、海王神様、ご飯ちゃん、チュッチュ、またヤコンか。誰、あ、クリリンだ。おーおーおーおおお、髪あるやつね。あ、いいね。まだ無凸だから。あ、すごい、2カリフラ。あ、すごいですね。あれ、私これどうなってたかな。虹とかにはまだなってないと思うんだけど。あー、でもなかなか収穫はありますね。うんうん。このクリリン、トツール。カリフラ、これもトツール。はい。20連が終わってしまいましたので、シングル、やっていきます。いくよ。シングルでも出るときはきっと出るんだ。あれー、やっぱりかー。これは、あ、まだ諦めない。諦めないからね。そうなるよね。うん、だよね。うん。あと、3回できるね。シングル。まあ、たまにはいいかな。ブークリリンだ。クリリンおんぶしちゃえばいいのに。ブー。ねえ、サタンじゃなくても。
たまには違う高音部してもいいんじゃない。そしてマジンブーが悪が出る。やっぱり無理かな無理かな。あと2回できるよ。やってしまいます。さあどんな演出が出るかしら。あーピッコロヤムチャ、ピッコロヤムチャ、ザマス SR。 いやーやっぱダメかな。そうだよね。はい、最後の1回シングルガシャやりたいと思います。何か出てお願い。17号じゃないのね。そこは18号と17号だったら、トランクスのマイちゃん抱っこしていたら。誰でしょう。リクーム。はい、終了です。はい、今日の20連プラス単発4回やってみましたが、 SSR はこんな感じですね。でも4体出たってことだね。うん、まだまだ龍石を貯めて追撃していきたいと思います。キャンペーンの第3弾も始まって、まだまだドッカンバトルは盛り上がっておりますね。皆さんの近況も教えていただけたら嬉しいです。それでは今日もご視聴本当にありがとうございました。次も絶対見てくれよな。